はい、皆さんこんにちは。今日は12月発売のトミカが発表になったので見ていきたいと思います。まず一つ目がナンバー13日産 GTR ニスモ GT500 です。もうパッと見かっこいい一言だね。で、注目するところがこのちょっと下を見ていくと、アクションっていうところに左右ドアの開閉って書いてあるね。これはドアが今回は開閉するんだね。これは結構期待値高いかな。で、ちょっと心配になるのが、このデザインだとシールがたくさんあるのかなっていう心配がちょっとあるね。でもシール貼らずにブラックのマットな感じでシールなしっていうのもかっこいいよね。で、金型が新しくなったっていうことは、これからまた特注トミカとかこの形で出てくることをちょっと期待してます。で、次がナンバー57マクラーレン 720S だね。通常品がオレンジだね。で、初回特別仕様のラインナップがホワイトになってます。ホワイトかな、シルバーかな。で、これは特にアクションとかはついてないのかな。で、次がロングトミカかな。ナンバー127のメルセデスベンツシュナーベル式トレーラーだって。結構な大きさありそうだけどね。で、アクションが本体取り外し、左右可動、変圧器取り外しって書いてあるね。で、次行くと、次はトミカプレミアムだね。で、これはまだ情報公開を楽しみに待っててねになってね。だけどこれも噂ではフェラーリっていう噂もあるね。で、このトミカプレミアムにはまた発売記念仕様がラインナップされるんじゃないかなっていう噂もまたあるね。ちょっと噂なんでわからないです。で、その他のトミカでは、トミカ書、これは書道家とのコラボの商品になるのかな。で、一つこの黒いところがシークレットでラインナップされるそうです。まあ、開けてみてのお楽しみってことかな。でもこれの噂はランボルギーニとかっていう話もあるけどね、ちょっと定かじゃないね。で、トミカギフトセットっていうのも新しく出ます。これも情報公開を楽しみに待っててねになってるね。でもギフトセットはそろそろ工事車両とかそういう系がラインナップに入ってくるのかな。で、販売店オリジナルトミカは、で、これはもう予約開始してるね、タカラトミーモールオリジナルのトヨタ 2000GT だね、レッドだね。で、これはベースのトミカプレミアムも出来が結構良かったから、レッドもかっこいいだろうね。で、これで以上かな。それとトミカ博だね。トミカ博の方は名古屋だけじゃなくて、トミカ博 in 札幌だね。これも発表になってたね。1月11日から開始だね。で、もう一つが四国だね。これがトミカ博 in 愛媛、1月2日開催予定になってます。で、前回紹介したトミカ博 in 名古屋だね。12月14日開催だね。で、これは名古屋だから子供連れて行ってみたいと思います。はい、今日は12月発売予定のトミカを見てみました。で、確定しているところではこのニスモ GT500 だね。これが一番楽しみかな。で、確定はしてないけど、トミカプレミアムの新車だね。これがフェラーリだったらいいね。発売記念仕様も楽しみにしてます。で、12月発売2ヶ月後って言っても、今月の10月下旬ぐらいから予約が開始されていくから要チェックだね。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。